こんにちは、こうです。本日は逆流性食道炎にアプローチをするヒーリングをしてまいります。何名かからご依頼をいただいているのですが、詳しく教えてくださったこの方の内容をご紹介いたします。これも私の無知で無謀のなせる技でしたが、今から7、8年ほど前に玄米をどれだけ腹に詰め込められるかという挑戦をしたのです。それは当時ある呼吸法の大家がいまして、お米を一生平らげたと自慢していたもので、それの挑戦だったのです。ところがそれは消化のいい白米だったことを考慮せず、私はずっと玄米食だったので、当然のごとく玄米でやってしまい、それで食道炎となり今に至ってしまいました。これは食後6時間ほど経って完全に胃の中を空にして就寝すれば問題ないのですが、どうかして4時間くらいで就寝すると途端に次の日にそのしっぺ返しを食らい、もがいてしまうことになるという厄介なことに少々悩んでおります。そんなわけで、この逆流性食道炎のヒーリングに特化したものをリクエストしたいと思います。勝手ですが、よろしくお願いします。なお、この病態に悩む人は世間に多くなっているようです。これは先に競馬ファンにはおなじみのマイネル軍団の総帥の岡田氏も抱えていたもので、それが要因となって先に亡くなられたのではないかと推測しています。逆流性食道炎、この方が言っておられるように年々増えている印象が私もありますね。通常は食道括約筋が逆流するのを防いでるわけですが、弱まるか、もしくは胃酸が増えすぎることで胃液がこの逆流してしまうんですね。ということで、ヒーリングに入ってまいりますが、今回のヒーリング動画はですね、なるべく食後に見ていただけると嬉しいです。食事の直後でもいいですし、1時間くらい経過してからでも、大丈夫です。胃液がこの逆流してしまうタイミングがですね、分かる方はちょっと前にご視聴いただくといいですかね。それではヒーリングを始めてまいります。
はい、完了です。はい、本日は逆流性食道炎にアプローチをするヒーリングをしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。少しでも、軽減されますように。でこのチャンネルはですね、ヒーリングメインのチャンネルに、最近しました。お話系は別チャンネルで行っておりますので、興味のある方は概要欄をご覧くださいませ。それでは次回もよろしくお願いします。またね。